ミトーン TV 北陸音楽で元気に、私たち北陸アイドル部です。はい、今週のミト TV は北陸アイドル部マニアッククイズをしたいと思います。ちょっと自信ない。もう大丈夫です。今日はですね、特別に5期生の葵ちゃんに回答権を委ねることができるので、もう何でも分かるので何でも聞いてください。さすが、大丈夫かな。はい、早速いきますよ。北陸アイドル部の誕生日は2016年のどっかです、うん、うわあ、それは合ってます。何月でもいい。7月。ブブー、何でも OK。 絶対当てれる。ここでしょ。2016年6月12日ピンポーン。はい、それでは第2問。北陸アイドル部はこれまで6枚のシングル CD を発売しています。わ、全タイトル名は何でしょうか。木綿のハンカチーフ。お、ファーストシングル。それはアルバムですね。木綿のハンカチーフ、はい、トゥモロー、はい、とジャケットの絵も出てくるんです。はい、はい、どうぞ。あ、お願いします。セブンティーン with シンフォニー、木綿のハンカチーフ、パピプペポジティブ、トゥモロー。すごい、全問正解。葵がすごい回みたいになっちゃうから、みんな頑張って。本当に最後の問題は3ポイントいきますよ。北陸アイドル部は結成当時何人でスタートしたでしょうか。17人。ピンポーン。優勝はモナです。みんなも北陸アイドル部について今日は知れたんじゃないでしょうか。8期生を含めた私たち北陸アイドル部、もっともっと頑張りたいと思います。頑張るぞ。